次に1番立花大輔議員。立花議員。市民クラブの立花大輔です。議長のお許しをいただきましたので質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。田中議員からも先ほど質疑ありました。重ならないように質疑を行いたいと思います。議案第106号工事請負契約の締結について、松阪市私立春日保育園園舎改築工事建築でございます。今回の工事が3年度にわたり工期が設定されております。実質は2年。なぜこのように長い期間が必要なのか、松阪の市民の皆様から声が上がっておりまして、ぜひ回答のほどお願いいたします。長野建設部長。ただいま、春日保育園園舎改築工事の工期が長すぎるのではないかといったような、ご質問をいただきましたので、ご答弁をさせていただきます。春日保育園園舎改築工事の工期ですが、市議会の議決の日から、平成32年9月14日までの約23ヶ月間でございます。現在の春日保育園の園舎を運営しながら、平成30年11月から工事に着手をいたしまして、平成32年2月までの1年4ヶ月の間にですね、園舎の新築工事を行います。平成32年の3月には完成検査を行いまして、旧園舎から新園舎への引っ越し期間を取っております。そして32年4月から新園舎で保育園を開園する予定になっております。その後、平成32年4月から旧園舎の解体工事の準備を行いまして、旧園舎の解体をし、続いて園庭等の整備を行う工程で、平成32年9月14日までの工事完了という工期でございます。限られた敷地の中で保育園を運営しながら安全に工事を行うために、この工期が必要であることから、このように工期の設定をさせていただきました。以上、ご答弁とさせていただきます。立花議員。ありがとうございます。では言い方を変えてですね、先ほどの春日保育園、いろいろ事情があるということで、工期が2年になったということでございました。その松阪市の先ほどの春日保育園のですね、諸事情を抜きにしまして、例えば工事概要だけで判断した場合になるんですけども、この春日保育園の、1年で完成させるということはですね、可能なのかどうか、例えば工事概要で、延べ面積、1704.28平米、そして木造、平屋建て保育園を作る、工事概要でですね、おおよその工期というのが判断できると思うんですけども、通常の場合であればですね、一体何年ぐらいで作れるものか、回答をお願いいたします。須崎英善担当参事。建築工事における、一般的な工期の設定につきましてでございますが、まず事業の内容をどのように、汲み取るかという条件がございます。今回の場合は、32年4月に新園舎をオープンするという大前提がございまして、それに基づいて事業の進め方を
各部署とそれから保護者の方それから地元の方への説明会等も行いまして進めております。その中で工期の設定というものが行われておりますので、まあ標準的な工期の設定というものは基本的にございませんが、そういう条件を踏まえた上で設定を行っているということでございます。以上でございます。立花議員。先ほど、私が聞いたのはですね、諸事情を抜いて、通常の、この建物だけ純粋に作った場合にどれぐらいかかるかっていうのをお答えいただきたかったんですけども、事情を踏まえて何年ではなくて抜いて、建物だけ、この面積とかですね、総合的に判断して何年作れるかを答えていただけませんでしょうか。お願いいたします。須崎永善担当参事。何ヶ月、この、建物であれば何ヶ月というのは一概には、設定はしづらいものがございまして、先ほど申し上げた条件、それを工事の内容を組みまして、工事の工程を設定するということですので、具体的に何ヶ月ということはちょっと申し上げにくいと思います。立花議員。ありがとうございます。もう少しですね、最初の答弁の、部分で詳しく教えていただきたいんですけども、限られた敷地内の中で、保育園を運営しながら安全に、工事を行うため、この工期が必要であることからこのように工期を設定を行いましたと発言がありました。この部分でもう少し補足できる答弁というのはありませんでしょうか。安全に工事を行うというのはですね、どこの工事でもあることでございますので、この2年にしますという答弁ではまだ不十分です。もう少し補足する言葉とかありましたらお願いいたします。長野建設部長。この春日保育園の工事におきましては、既存の今園舎があるわけで、あるわけですけれども、道路を隔てまして新たに今まで競輪場の駐車場として利用しておった土地にですね、新しい園舎を建設するものでございます。近接してですね、園舎を建てる関係で今お話しさせていただきましたように、既存の保育園をですね、運営しながらやっていくという部分で、どうしてもやはり作業に制限がかかってまいりますので、そういう部分で、こういった工期の設定をしながらですね、工事の進捗を図っていくものでございます。立花議員。そうですね、競輪の園舎とかですね、既存の保育園やっていくなど、そういうことがあって、作業設定がされているということなんですね。分かりました。しかしですね、やはり先ほども繰り返しになりますけども、この春日保育園のですね、任期というのが、今のお話ですとまだまだちょっと分かりにくい部分というのがありまして、やはりちょっと感覚的な言葉も中には含まれてますので、もう少しで数字とかですね、客観的な言葉でですね、なんか言っていただければなというふうに思っております。そうですね、そしても、もう一つになるんですけども、この先ほどですね、この工期が2年妥当かどうかちょっとこの場では分からないんですけども、確認になりますけど、この入札で、入札要項の話になるんですけども、入札、建設業が単独で受注及び施工を行うことができる企業というのは何社あったんでしょうか。松阪市の広告経営第207号入札条件の5番にあるんですけども、松阪市に登録されている建築一式工事の資格総合点数が1000点以上の特定建設業
許可業者であり、過去10年間観光庁発注の同行し同規模以上の工事を元請けとして履行した実績のあることとあるんですけれども、該当する企業というのは何社あるのか教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。岡野契約検査担当参事。その参加業者の数でございますけれども、まず単独で入る業者というのは、まず数を言ってしまうと、また今後の入札に響きますので、数社ということで答弁させていただきます。また、JV によって市内の JV 参加業者、要するに市内の業者で構成員を持って、県内のゼネコンと JV を組める業者、それもまず10社程度ございますけれども、2つ合わせて10社以上の参加業者があったということで答弁とさせていただきます。立花議員。単独の、発注のが10社以上あるということで、すみません、文字をお願いします。以上。はい、岡野契約検査担当参事。単独の入れる業者と、JV を組んで、市内業者と入れる業者、それを合わせて10社以上はございましたということでございます。立花議員。わかりました、ありがとうございます。もう一つ確認になりますけど、 JV の条件に関してでございます。JV でございますけども、ケーブルテレビ見られている方もいらっしゃいまして、JV って一言だけ説明させていただきますと、複数の業者がですね、共同して入札する制度でございます。これがですね、JV の入札条件に関して、市の見解っていうのはどういう見解なんでしょうか。さまざまなですね、条件がこの JV の中に含まれておりまして、負担が多いと、市民の方からですね、声が上がっております。例えば、工期に関してはさまざまな意見がございますけれども、例えば工事が長い場合はですね、2年間もあると従業員そして、技術管理者というのが拘束されるとなっております。例えば入札条件の中にありますのは、この工事に対する資格を有する技術者を管理技術者として施工現場で専任で配置できること、JV の場合は代表者から管理技術者を施工現場に専任で、構成員から主任技術者、ただし実務者を経験者を除くを施工現場で専任配置できることとあります。何が言いたいかというと、工期の2年間は拘束されてしまいますので、早く完成した場合でもですね、この給料を払わないといけない、管理技術者、それで主任技術者などが発生していきます。そしてもう一つは、工期が終わるまで、次の発注ができない、コリンズという登録システムがあるとは思うんですけども、コリンズ登録してから工期が終わるまで次の発注ができないと、そうなると小さい業者ほど、工期早く終えてですね、早く次の案件に入りたいというのがあります。先ほどの理由よりですね、春日保育園の JV というのは項目が多くて負担が多いと考えられますけれども、工期などを含めた JV の入札条件に関して市の見解というのをお聞かせ願いませんでしょうか。お願いいたします。以上。岡野契約検査担当参事。通常 JV の結成と申しますのは、通常申しますと各その結成される業者の技術、専門的な技術を持って、JV を組んで、品質を高めるという目的がございます。ただ松阪市の場合は、市内業者の自主優先という形で考えております。そして、今回の場合でも市内の単独業者が数が少ないと、その中で競争性の担保が取れないという形で、市内業者と県内業者の JV を組んでもらって参加していただくということで、競争性の担保を持っておるということでございます。そして、そうして、工事を受注することによって、市内業者の経験または技術力を高めてもらって、今後の松阪市の仕事に参加してもらうという形の意味合いを持っております。以上でございます。立花議員。ありがとうございます。以上述べましたように、工期の2年間もですね、もう少し聞きたい部分もあったんですけど、ちょっと繰り返しになる部分もありますので、割愛させていただきますけれども、
まあ、2年間では問題ないということで確認いたしました。まあ、しかしながらですね、まあ、意見ではないんですけども、まあ、入札できる業者がですね、まあ、数社しかないということでございます。単独入社では数社、そしてその数社以外の方法では JV があるということでございます。その JV もですね、まあ、後期が2年拘束される技術研究者などもいますので、なかなか利益の面を考えた場合、経営者は敬遠してしまう可能性があるというふうに思っております。ありがとうございます。この春日保育園の園舎改修工事についてはですね、委員会もありますので、私の質疑は終わります。まあ、これ引き続き文教委員会の皆様にこの議案第106号をご審議いただきますようお願いいたしまして、私の質疑は以上にいたします。ありがとうございました。次に12番米倉義親議員。12番米倉議員。失礼します。議長のお許しを受けまして質問をさせていただきたいと思います。その前に、昨夜は大変ご苦労様でございました。お疲れ様でございました。3人目の質問でございますので、重複する場合もありますので、まあ、まとめて、簡素化してお話をさせて、ご質問をさせていただきたいと思います。今回のこの106号工事請負契約の締結、松阪市立春日保育園園舎改築工事の案件でございますが、特徴が2つありまして、まあ、1つは今まで質問されておりますように、部材をですね、市が委託したところで、部材を提供するという、まあ、1つの特色、それがまあ木材でございますけれども、松阪市の木材を提供させていただく。でもう1つは工期が、先ほども討論になったように、工期が23ヶ月で非常に長い。今までこんだけ長いというのはあまり見たことがないんですけども、まあ、理由はそれぞれあるとして、まあ、その2点について、重複しないようにちょっと質問させていただきたいと思います。まず一つはその部材に関して、木材に関してですけど、まあ、支給ということなんですが、どのような過程、まあ、仕組みというんですか、実施されたか、またその際林業支援センターが携わったということをお聞きしておりますけど、その役割を、お願いいたします。それともう一つ、今回、まあ、23ヶ月という工期で、入札に負けたんですけども、まあ、今回入札に関して、まあ、一社でございますけども、まあ、これは、競争性というものが担保できたのかどうか、まあ、そこら辺の見解を、お尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。竹岡農林水産担当理事。春日保育園の改修工事につきましては、公共施設への木材利用推進の一環として私有林を活用するもので、市内の林業製材業が連携し、松阪の木をふんだんに取り入れた保育園の完成を目指して取り組んだものでございます。園舎改築におきましては、建設工事と材料の分離発注に至りました。この過程でございますが、平成29年度飯高町の森市内の私有林から原木の伐採搬出を森林組合が業務委託により実施しております。今年度におきましては、市内製材所で構造材の製材を松阪地区木材協同組合が業務委託により進めております。そして林業支援センターの役割といたしまして、この私有林からの原木の選別、伐採、搬出、また原木から製材しますときの木取り、そして設計管理を含め、
中心的な役割で関わっております。以上でございます。岡野契約検査担当参事。ご質問いただいた一社の一社入札の中で強制性はあったかということでございます。まず入札形式は条件付き一般競争入札として広く候補者を募ったところでございます。それにもかかわらず入札参加者が一社に過ぎなかったというところでございます。参加条件を満たす複数の業者が存在し、応札時に何社応札があるかは知ることもできないことから、入札の本質である競争性は失われていないものであり、適正な入札の執行ができたと判断するところでございます。しかし、議員おっしゃられるように、参加者が少ないほど透明性競争性が損なわれる状況になることが予想されます。今後におきましても、市内業者の参加を優先しつつ JVG の参加も促すため、建設市場の情勢や市場価格の動向を十分精査し、公平公正で透明性競争性を確保するため、案件ごとに議論し、入札および契約審査会においても、その時の状況に見合った参加入札参加要件を審査していく考えでございますので、よろしくお願いいたします。米倉議員。ありがとうございます。まず部材の方に関して お尋ねさせていただきますが、この部材の費用は先ほどの質問の中で、お聞きさせていただきましたが、重複するか分かりませんけれども、いくらになるのか、また、この契約、入札契約に際しての、契約価格にはこの部材関係がどこまで含まれるのかということをお尋ねします。よろしくお願いいたします。竹岡農林水産担当理事。部材の費用につきましては、その修林から伐採搬出委託費としまして、678万2400円、それと現在実施しております製材業務の委託費709万5600円の合計で1387万8000円でございます。しかし伐採搬出で発生しましたこの建築用材として使用しない原木を一売りしております163万9910円を売却しておりますので、差し引き1223万8000トンで90円の部材費と見込んでおります。以上で、すいません、契約の部分ですけれども、この製材の業務委託につきましては、完成した製品をこう部材同士をこう連結する加工がございます。これプレカット加工といいますけれども、このプレカット工場に搬入するまでが原木の方の契約でしております。改築工事の業契約におきまして、プレカットから入っております。以上でございます。米倉議員。わかりました。ちょっと確認をさせていただきますが、私有林からの伐採委託費が678万ですね、678万、そして、製材の業務委託費が709万5000円で、約1380万という費用が発生したんですが、建築材としてその中で使用しない原木、一本が長いですから使わない原木に対しては、一売りしまして163万9000円を収益得たと、それを差し引いて約1220万の部材費ということに最終になったということですね。はい、ちょっと確認しますけど、大丈夫ですね。はい、竹岡理事。議員おっしゃられるように、一本の木材、一番下から一番玉、
2番目が2番玉、3番玉と、この設計の部材に合わない細い部分とか、同じような太さで多数発生した場合に、建築に使用しない部分として一売りにかけております。その金額が163万9910円となっております。以上でございます。米倉議員。わかりました、ありがとうございます。そうしますと、この工事受け契約の、建築工事の入札価格には、この分は入ってないということは確認させていただきましたが、どこまで入ってないかということは、先ほど答弁いただいたようにプレカット工場に納品するまでの契約ということになっとるということは、今回の入札した業者さんはその木材を加工するプレカット加工をするところからこの費用に含まれとる、運搬も含めてでしょうけども含まれとるという確認でよろしいでしょうか。竹岡農林水産担当理事。松阪地区木材協同組合が現在製材をしております。出来上がったものを一旦保管してプレカット工場に運び込むまでが契約になっております。建築の方でプレカットの加工自体は建築工事の中に入っております。以上でございます。米倉議員。はい、理解しました、ありがとうございます。このような取り組みというのは、初めてのケースで、林業支援センターの役割というのが、目に見えて分かったわけでございますけど、今後ですね、こういう、一つのシステムというんですか、こういうものは、取り入れていく予定はございますんでしょうか。見解をお願いします。竹岡理事。今後につきまして、今からこの春日保育園の改築工事が完成していくまで、いろいろなこの修林から出す、また製材すると、課題とか成果、十分研究いたしまして、今後また積極的に進めたいように思っておりますけれども、その部分をしっかり研究していきたいと考えております。以上でございます。米倉議員。はい、わかりました。それでは次にあります、入札に関しての、競争性を担保できたのかということで、ご返答いただきましたのは、入札の本質である競争性は失われていない、しかし反面ですね、参加可能者が少ないほど透明性競争性が損ねる状況になっているので今後検討するということでございますが、今回ですね、このような状況下といいますか、期間が長いということに対しての、市場の嫌悪感というのがあったのかなかったか分かりませんけれども、逆にですね、今、工事ラッシュで、非常に、現場監督、建築の現場監督が少ないということはお聞きしております。その中で、逆にですね、1年の工期が長すぎたため、応札が少なかったということはないのか、また、それとは逆に、工期をそれぞれの内容において、先ほどの質問ありましたけれども、分割したとすれば、応札が多かったという考えは今どう考えて、そういう考えはなかったのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。須崎英前担当参事。工事の工期に関わる条件で、業者数が少なかったのかということでございますが、この工事は、先ほども申しましたように、事業の工程というものが明らかになっております。で、この春日保育園の新園舎をできてから次、移転をしてという、どうしても2段階の、工事過程を踏むということになりますので、このあたりについては、入札に参加される業者さんも、考慮された上で、参加していただいているものだというふうに考えております。そして、中でですね、移行を行っていく上で、保育園の運営を妨げないということの条件につきましても、これは考慮していただいた上で参加していただいているものだということで、
どうしても現地改築のこういう条件がついてまいりますので、そこは分かっていただいた上での参加というふうに考えております。以上でございます。米倉議員。引っ越しとかそれぞれの理由は、たくさんあるということで、今後こういうようなこともあり得るという判断で、よろしいでしょうか。こういうことは、今後あり得る、今回、私も記憶するところは初めてじゃないかなと思うんですけど、これだけ工期の長いもの、こういうものがあり得るという判断でしょうか。どうでしょうか。須崎永善担当参事。事業の工程に関わりまして、いろいろな流れがあると考えます。その中で今回のように移転というものが現地で行われるということが条件であれば、どうしても工期が長く設定せざるを得ないということで、今後もこういうことも考慮しながら事業の計画の方に入っていくべきであろうということで、そういうことも想定された上での工期設定ということは考えていかなければならないというふうに考えております。以上です。米倉議員。じゃあ最後になりますけれども、このような状況下、しかし一社入札応札があったということも事実でございます。それによって、入札の本質である競争性は、失われていないという判断も、できると思いますけど、逆に、よくぞ、入札応札していただけたということは言えるのではないでしょうか。どうでしょうか。須崎永善担当参事。すいません。先ほど申し上げましたように、このどうしても先あの2工程を踏まざるを得ないという工程が長くなるということについては、参加していただいた業者さんがご理解していただいて参加していただいたものだというふうに考えております。以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第106号は環境福祉委員会に付託をいたします。日程第6、議案第107号工事受け合い契約の締結について、宮町ポンプ場施設長寿命化事業宮町ポンプ場改修工事を議題とし、これより質疑を行います。質疑の通告がありますので発言を許可いたします。8番田中正弘議員。田中議員。議長のお許しをいただきましたので、議案107号工事請負契約書の締結で、宮町ポンプ場施設長寿命化事業宮町ポンプ場改修工事についてお尋ねします。今回のですね、希望価格って、これ希望価格って書いてあるんですけども、設計価格なんかちょっとわからないんですけれども、2億2254万7000円になっておりますが、入札価格は1億2460万かな、約 55.9% の落札になっておりますけれども、規模価格よりも安くできてよかったとは思いますけれども、この入札なんですけれども、最低価格というのが設定されてないんですけれども、それとあと、この規模価格の計算って、本当に大丈夫なんでしょうか。この辺をお聞きしたいんですが、よろしくお願いします。佐藤上下水道事業管理者。それではまず最低制限価格の設定を行わなかった点につきまして、まずご答弁をさせていただきます。最低制限価格は低廉な価格での契約による品質の低下を招くことが
内容を設定するものと考えております。そこで今回の入札においては最低制限価格の設定を行わなかった理由といたしまして、工事の品質を確保する上で、工場政策によるところが多く、現場施工に比べて品質誤差も少ない工事と考えられ、加えて機器の性能や材質の品質については、使用書に明記されていることから品質の低下は生じないものと考えております。また入札の参加条件におきましても資格総合点数の制限を設けまして、業者の実績として同種工事の履行実績、また技術者につきましても管理に携わった実績を求めております。さらに入札参加が可能な業者は自社で製作ができるという業者でもあることから、ポンプに特化した一定の品質は担保できるものと判断いたしまして、最低制限価格の設定は行わず入札とさせていただきました。次に希望価格の計算について、その点まあ大丈夫なのかということのご指摘でございますが、まあ希望価格についてでございます。希望価格はまあ今回予定価格という形の中で基礎となります設計価格をもとに設定をさせていただいております。設計価格の積算におきましては、下水道用の設計標準部係により積算を行っておりまして、採用する機器等の価格につきましては、ポンプやエンジン等の高額な特殊な機器につきましては建設物価調査会に委託をいたしまして、特別調査により機器価格を設定し、また材料や他の機器につきましては建設物価や見積もりによりまして積算価格として採用しております。よりまして設計価格として適切なものであるということで私どもは判断いたしております。次に希望価格につきまして若干お触れさせていただきますと、希望価格、これは松阪市の建設工事入札事務取扱要項の第15条に基づきまして、競争性が乏しくなると認められるような、ゼネコンやプラントメーカーなどの対象とした工事におきまして、契約価格の競争性を担保させるというもので、過去の実績等を考慮しながら、設計価格に一定の査定率を乗じまして、希望価格の積算をいたしておりますので、希望価格につきましても適切な設定であったというふうなことで判断をいたしております。以上答弁とさせていただきます。田中議員。はい、ですね、説明ありがとうございます。これは例えばの話なんですけれども、今回ですね、7社ぐらいですか、6社7社が参加しとると思うんですけれども、適正性は本当に頼まれた、適正はあると思うんですけれども、入札価格をですね安く入れて修理免許を高く取ろうというですね、そういうような業者が昔いたような思いますけれども、そんなことはないんでしょうか。どうぞ。佐藤上下水道事業管理者。ポンプの日常の点検とか注意と軌道の確認といった部分につきましては、別途メンテナンスの業者が受託をいたしまして、ポンプ場の運転管理の業務の中で維持管理を行っております。そしてその点を考えますと、今回の請負業者にその点の業務を委託するというものではございません。また今回請負業者への発注が必要となる先々の修繕等の業務につきましては、機器の規模的に大きな故障や修理、また5年10年のスパンで行われます定期的なオーバーホールなど、比較的規模の大きい修理修繕においては設置業者しかできないといった部分もございますので、それは随意契約という形で契約をさせていただくところでございます。そのような際には見積もりを取りまして、その時点時点での積算基準や建設物価等を参考にしながら見積もり額の精査を行っておりますので、今回の契約価格が将来にわたって機械設備等のメンテナンス費用には影響は出ないものと考えております。以上でございます。田中議員。はい、一応ですね、先ほど大規模修理の場合のですね、一応積算も方法もあるということをお聞きしとるんですけれども、お聞きました。
そうするとですね、その工事の場合ですけれども、例えば大規模工事の場合です、大規模改修というか修理の場合なんですけれども、メンテ工事の場合、もうやっぱり希望価格が高いですから、やっぱりこのように、まあ、60% を切るような修理の値段で修理をやられてるわけですか。これも聞きたいんですが。佐藤上下水道事業管理者。申し訳ございません。先ほどちょっと質問いただいた松見のところ、ところが一部ちょっと聞き取りにくなかった、聞き取りづらかったところがございますので、もう一度最後のところでお答え願えませんでしょうか。田中議員。すいません。ですね、先ほどですね、大規模なメンテ工事ですね、メンテの場合なんですけれども、この入札、落札された業者がやられるということをお聞きしました。でその場合ですね、まあ、希望価格のような、一応積算するような根拠がありますから、その金額に基づいて、工事が適切があるかどうか判断されるって言われましたけれども、その金額、その場合なんですが、今回、工事は落札率 55.98% になってますが、やっぱりそれに近い金額で、メンテナンスをやっていただけるわけですか、お聞きしたいですが。佐藤上下水道事業管理者。その点につきましては、今回は価格の競争性を担保させる上での入札といった形の中で、このような結果の落札率で、各社の競争の上で成り立った落札やと考えておりますので、将来にわたりましては、その修繕等におきましては、やはり先ほども申し上げましたように、時点時点での積算基準、物価、建設物価等の金価格等を精査しながら、それが妥当なものかといったところの判断の上での契約となりますので、見積もりが出たかと言いまして、先々はその、今回のような落札率を乗じて、契約をするといったことはございませんので、その時点時点での積算での価格での契約という形をさせていただいておりますので、ご理解いただきますようにお願いします。田中議員。はい、ですね、希望価格 の設定なんですけれども、先ほど、今回ですね、工場での製作部分が多いということでですね、まあ、安く上がったということはお聞きしました。まあ、でもですね、まあ、やっぱり希望価格ですね、はやっぱり適正な金額を出すべきだとは思います。まあ、あと最低価格ですね、それも含めてなんですけれども、まあ、ちょっと 55.98% というのはちょっと安そうに思いますので、まあ、極端な話ですけれども、いろんな業者が談合して、例えばこれは 65.5% ぐらいに上げれば 10% 上がってくるということになりますので、その辺も含めて、しっかりとしたですね、希望価格の設定をしていただきたいと思うんですけれども、その辺ちょっと市長にお聞きしたいんですけれども、よろしくお願いします。竹上市長。私もそこはあまり明るくはありませんけれども、今回、まあ、非常に低い落札率で契約をいただいたというふうなところでございます。まあ、競争性の担保という観点から、最低制限価格を設けるというふうな考え方も一部あろうかと思いますけれども、現在のところ松阪市ではそこまでの考えに至っておりません。多分、最低制限価格を設定をいたしますと、今の状況ですとですね、ほぼ多くの、社がですね、同一価格で並んで口引きになる可能性が非常に高いというふうなことかと思っております。そういった意味から言いますと、こういった入札形式はそれなりに妥当かというふうに思っておりますので、今後も、これについては続けて、いければというところであります。田中議員。ありがとうございます。またですね、水道、議員会の方に持ち帰ってですね、また質問したいと思いますので、よろしくお願いします。これで質問終わります。ありがとうございました。以上により通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第107号は建設水道委員会に付託をいたします。日程第7、議案第108号、財産の取得について、松阪市総合運動公園用地を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑を終わります。
議案第108号は建設水道委員会に付託をいたします。日程第8、議案第109号指導路線の認定についてを議題とおし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第109号は建設水道委員会に付託いたします。日程第9、議案第110号指導路線の変更についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第110号は建設水道委員会に付託いたします。日程第10、議案第111号平成30年度松阪市一般会計補正予算第4号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。山地副市長。ただいま上呈されました議案第111号平成30年度松阪市一般会計補正予算第4号についてご説明を申し上げます。今回の補正予算につきましては、9月4日に上陸をいたしました台風21号の影響により市内各地で被害が発生したところでございますが、災害復旧費につきましては市民生活の安全を確保するために一刻も早く復旧しなければならないことから、早急に対応するため追加議案として上呈させていただくものでございます。補正予算書の1ページをお願いいたします。第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億375万3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ678億6万5千円とさせていただくものでございます。次に第2条の地方債の補正につきましては関係公表でご説明申し上げますので4ページをお願いいたします。第2条地方債補正の追加は林業施設災害復旧費で、限度額、記載の方法、利率、償還の方法を第2条に記載のとおり定めさせていただくものでございます。8ページ9ページをお願いいたします。歳入でございますが、第16巻県支出金および第22巻支債は、事業実施に伴う特定財源を計上しております。第20巻第1項第1目繰越金3197万3000円の追加は、財源調整によるものでございます。次に、歳出でございますが10ページ11ページをお願いいたします。第11巻災害復旧費第1項農業農林水産業施設災害復旧費第2目林業施設災害復旧費7970万円の追加は、林道2路線2カ所の復旧工事費および15路線21カ所の土砂撤去などにかかる重機枯れ上げ料でございます。12ページ13ページをお願いいたします。第2項公共土木施設災害復旧費第1目道路橋梁災害復旧費の1道路橋梁災害復旧事業費450万円の追加は、のり面崩落、指導上への倒木等に関する復旧工事15件でございます。第2目河川災害復旧費の2水防施設災害復旧事業費250万円の追加は、水防倉庫に関する復旧工事1件でございます。14ページ15ページをお願いいたします。第4項文教施設災害復旧費第1目保健体育施設災害復旧費195万円の追加は、嬉野体育施設内の嬉野グラウンド復旧に関する修繕料でございます。第2目公立学校施設等災害復旧費540万3000円の追加は、小学校12校中学校5校に関する教育施設復旧に関する修繕料等でございます。第3目社会教育施設災害復旧費250万円の新規計上は、教育集会所に関する修繕料でございます。16ページ17ページをお願いいたします。第5項商工施設災害復旧費第1目商工施設災害復旧費の1文化施設災害復旧事業費660万円の新規計上は、旧長谷川邸及び原田二郎旧宅に関する修繕料でございます。なお18ページの補正調書につきましては説明を省略させていただきますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。以上で議案第111号平成30年度松阪市一般会計補正予算
第4号についての提案説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。この後、請願4件をご審議いただくところですけれども、少し延びますけれども、このまま続け採集していただいてよろしいでしょうか。それでは、日程第11、請願第2号、義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める請願書を議題といたします。職員より朗読をいたします。請願文書表1ページをご覧ください。受理番号請願第2号、受理年月日平成30年9月14日、件名義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める請願書、請願者の住所及び氏名、松阪市殿町1563番地、松阪市 PTA 連合会会長前田則夫、松阪市飯南町かゆみ3969番地、三重県松阪市小中学校長会会長山本哲次、松阪市嬉野中川町1854番地、三重県松阪市幼稚園長会会長中村明子、松阪市貝花町1528番地、4三重県教職員組合松阪支部支部長鈴木文彦、商会議員立花大輔、殿村美音代、栗谷健一郎、楠谷さより、久松道夫。請願用紙は3ページをご覧ください。請願の趣旨、義務教育費国庫負担制度が充実され、国の責務として必要な財源が確保されるよう採択いただき、国の、関係機関に意見書を提出いただくようお願い申し上げます。請願の理由、義務教育費国庫負担制度は憲法の要請に基づく義務教育の根幹である無償性教育の機会均等を保障し、教育水準の維持向上を図るため、国が責任を持って必要な財源を措置するとの趣旨で確立された制度です。義務教育は、教職員の確保、適正配置、資質向上及び教育環境整備等諸条件の水準保障に負うところが大きく、そのために必要な財源を安定的に確保することが不可欠です。2017年4月の義務教育費国庫負担法の一部改正施行においても、学齢を経過した者に対する夜間等に設定する教育課程の実施のために配置される教職員が対象に加わるなど、制度の充実が図られてきています。しかし、1985年に国庫負担の対象外となった教材費等は一般財源としての措置のままであり、このことは教育環境整備にかかるさまざまな面で、都道府県間での大きな格差を生じさせている一つの要因になっていると考えられます。2015年度末時点で、学校図書館の蔵書数の標準を満たしている市内公立小中学校の割合は、小学校で 55.6%、中学校では 50.0% と、その標準を満たしているとは言いづらい状況です。また、教育用コンピューター機器端末の整備について、早急かつ一定の水準を等しく担保しながら進められるべきであり、先般の学習指導要領を等改定において、小学校英語やプログラミング教育等が導入されていく中、まさに教育行政全体としての急務かつ 国としての責務と考えられます。しかしながら、その全国水準の現状は、教育基本法により定められている第2期教育振興基本計画2013に掲げられた目標値にも及んでいません。そのような中、新たに示された教育の ITC 化に向けた教育の ITC 化に向けた教育の ICT 化に向けた環境整備5カ年計画2018から22では、
より高い水準の目標値が掲げられましたが、引き続き一般財源による地方財政措置となって、なっています。益坂市内の三中学校ではすでに1人1台のタブレット端末を活用した学習を行っており、今年度新たに11小学校でもタブレット端末が整備され、学年や教科に応じて活用した学習を行っています。今後も他の小中学校においてもタブレット端末の活用が広がっていくと思われますが、保護者の負担なく児童生徒の豊かな学びにつながる学習を進められるようにすることが求められます。これまでの教育環境整備にかかるさまざまな整備計画の進捗とその結果を見るにあたり、義務教育の水準が安定的に確保されるためには一般財源ではなく国庫負担金による財源確保の対象の拡大、さらにはその増額が極めて重要と考えるところです。未来を担う子どもたちの豊かな学びを保障することは社会の基盤づくりにとって極めて重要なことです。義務教育については国が責任を果たすとの理念に立ち、教育に地域間格差が生じないよう必要な財源を確保する義務教育費国庫負担制度の存続はもとより、制度のさらなる充実が求められます。以上のような理由から義務教育費国庫負担制度の充実を強く切望するものです。以上、紹介議員の補足説明を求めます。10番楠谷小百合議員。楠谷議員、失礼します。去る9月11日OECD の調査結果が発表され、2015年加盟各国の国内総生産に占める教育機関に対する公的支出割合が34カ国中、日本は前年に引き続き最下位でした。未来を担う子どもたちの豊かな学びを保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要であります。この請願は、特に根幹をなす義務教育費に必要な財源を安定的に確保するため、国庫負担制度の充実を求めるものです。今も教育費の一部が国庫負担ではなくて一般財源となっているため、都道府県間で格差を生んでいます。例えば、学校図書館の蔵書数の標準を満たしている松阪市内の学校は、全国平均では 66.4% の小学校で 55.6%、 全国平均では 55.3% である中学校では 50.0% となっています。またタブレット端末については、中学校では現在三雲中学校、都の町中学校、飯高東中学校の3校が1人1台整備されており、小学校では今度新たに第1、第2、第3、第4、第5小学校、港小学校、そして幸い、松江、伊勢寺、安坂、徳和の11小学校でも整備されています。今後も広がっていくと思われますが、保護者の負担なく、子どもたちの豊かな学びにつながる学習を進められるよう、国が必要な財源を確保してくれる国庫負担制度の充実について、請願にご賛同いただけますようよろしくお願いいたします。これより紹介議員に対する質疑を行います。質疑はありませんか。会長議員、はい、質疑から失礼いたします。まずですね、毎年大体同じような請願が出てきていると思って、正確にどこが去年と違うのかという部分まず確認させてください。楠谷議員、ただいまですね、会長議員から質問いただいたんですけれども、松阪市では教育用コンピューター機器端末の整備が進んでおりますので、具体的に学校名も申し上げましたけれども、そのあたりが異なっております。会長議員、基本的に多分ほとんど一緒の内容だったんだろうというふうに思っております。あとはそれはに対しては自分の意見になるから、こういう質問では言いませんけれども、ここの論点というか趣旨というのはですね、国庫負担、国庫補助負担金ということは、つまり国庫補助を
求める。一括例えば教育に関する交付金という形だったらまだ分かるんだけれども、国庫負担を求めることによる財源確保ということの、意味をお聞かせいただきたいんですけれど。楠谷議員。質問ではなく意見としてということでしたけれども、会長議員、もう一度お願いします。はい、一般、もうちょっと補足するならばですね、一般財源よりも、国庫負担金をってことをおっしゃってるわけなんですけれども、なぜその国庫負担金が良いとされるか、すなわち国庫、私の解釈では国庫負担金は補助金のことだと思いますけれども、例えば国からの一括交付金として教育って当てようってことだったら分かるんだけれども、そうでなくって国庫負担金を増額を求めるってことの意味っていうのは何なのかってお尋ねしたいと思います。楠谷議員。まずすいません、訂正してお詫びしたいことが一つございますので、最初にすいません、飯高中学校のことを飯高東中学校と申し上げたと思いますので、すいません、訂正をさせていただきます。先ほど休憩前の会中議員のご質問ですけれども、そこの請願の理由というところに書いてございますように、義務教育というのは憲法の要請に基づくということで、国がやるべきことだと理解しておりますので、国庫負担制度というふうに書かせていただいております。会長議員。はい、ご答弁いただきましたけれどもですね、義務教育費のですね、国庫負担制度の沿革というのがございまして、さまざまな科目っていうのかね、制度が国庫負担の対象となったり、それはまた廃止になったりとかいうふうな歴史が本当に古くは明治29年から変遷がございます。そしてこの請願の理由の中に書かれているように、教材費等が国庫負担の対象外となったのは1985年、すなわち昭和60年ということになります。すなわち教材費が一般財源になったのはそれなりの理由があったからということだと思います。それでここの制度は主にその教材のことを、いわば具体的な例としてですね、国庫負担金による財源確保対象の拡大ということを言われているのと、先ほどのご答弁では、義務教育は国がやるべきものっていうふうにとにかく一括化したような説明だったんですけれども、これは一つ一つ丁寧にですね、議論しなければならない部分であって、教材費を含めてそのまま何もかもそのこれは国が持つべきものだったっていう議論というのはあまりにも乱暴すぎるのではないかと思う。そもそも教材費とはどういったものを指すのかっていう点ですよ。教材って本当にピンからキリまでさまざまあろうかと思うんですけれども、それをどのようにして判断、それをすべて例えば副読本なんかも教育費教材だと思います。例えば松坂オリジナルのね、そんなものも国がお金をじゃあ出すのかって、それはちょっとやっぱり一般財源でしょっていう気がいたします。そういう議論がなく、義務教育だから全部憲法の要請に基づき国庫負担なんだっていう議論ってあまりにも大雑把すぎる。その辺の緻密な論理というか理由っていうのはお聞かせいただけませんでしょうか。議長。楠谷議員。はい、歴史まで調べていただいてありがとうございます。すべて子どもたちの豊かな学びのためと理解しております。以上です。会長議員。ですね、できれば賛成したいと思って、で何も理解できないままに賛成するわけにもいかないと思うので質疑しているのです。
ですので、この辺をですね、やっぱり毎年同じような形で出てくるわけだったらば、その1年の間にですね、例えば文教経済委員会でもうちょっとその請願は可決したけれども、じゃあ本当に皆さんが賛成した人も反対した人も含めて、一人一人がその内容を落とし込んだのか、もうちょっと精緻な議論もあってよかったんじゃないかとか、毎年毎年恒例行事のように出してこられるとですね、非常にあまたかっていうだけの気になるんですよ。で、今回一通り 4つの請願すべて、まあ、可能な範囲内で一応目を通す中で、まあ、全部質問しようと思って来たわけなんです。ですので、もうちょっとですね、その辺はやっぱり提出されるんであれば、そういう通り一遍な答弁じゃなくて、もうちょっとその一つ一つのこのなんで教材費ってこれどんなものを含むのか、その部分だけでいいから答えてください。教材費ってこれすべからくここ子どもたちのためだからの全部国庫負担にすべきことなのか、それともやっぱり一般財源として自治体独自になすべきこともあるんではないか、私はそのように思ってるんですけれども、その辺のやっぱり見解ってのをお示しいただけませんでしょうか。楠谷議員。はい、ありがとうございます。昨年度も委員会の方でもいくつかご質問をいただきまして、その後もいろいろと話し合いの場を持ちました。それで今回、少し、まあ、タブレットのことなどで追加したところはございますけれども、基本的な気持ちはすべて子どもたちの豊かな学びのためというふうに理解しております。以上です。海獣議員。1回だけ、もう最後に1回だけお答えいただきたいです。教材費等には何が含まれるのか、どこまでを対象とするのか、タブレットのことは分かりました。それ以外どんなものが含まれるのか、例えば松坂市として、副読本作りたいとかで、例えばあとどんなことが教材になりますでしょうね。最近は物差しとかそんなものが教材っていうのは、学校から配布されるものを教材っていうんでしょうかね。どうやって教材っていう一口に言ってもちょっと分からない部分があります。ですので、昭和60年にそれがなぜ廃止されたのかという理由と関わると思うんです。その辺のことだけお教えいただけませんか。楠谷議員。今までこの請願の趣旨というのは同じ趣旨で毎年出させております、出させていただいています。昨年も同じ趣旨でしたので、その辺はこの請願の通りの趣旨でございます。ご理解をよろしくお願いいたします。はい、もう結構でございます。ありがとうございました。